九州福岡にその名を轟かせるボクシング中山三兄弟。アマチュアボクシングアジアユース、そこで三男聖也が見せた得意の左ストレートを武器に見事金メダルを獲得。アジア大会終わったんですけど、またそこは課題が見えたので、もっと強くなれるなと思いました。ボクシング中山聖也の原点に迫る。明治安田生命プレゼンツ地元魂。ボクシングの名門東福岡高校に通う中山。この学校での中山はスーパースター。聖也最高。怖い怖い怖い。青春真っ盛り。学校楽しいです。やっぱ男子校ならではの楽しさがあります。兄2人を追いかけるように6歳の時にボクシングを始めた中山。一緒に高め合えるライバルでもあるし、自分の先をやっぱり行ってるから尊敬する選手でもあります。3人で一番になりたいと思ってます。兄2人に負けじと人一倍努力した三男聖也。すると早くから才能が開花。高校に進学するとインターハイ2階級制覇。兄高一も優勝し、あの井上尚弥拓磨以来の兄弟での快挙となった。みんな泣いてましたね。やっぱり家族の目標だったので。下校した中山が向かうのはお隣の東区。幼い頃から通うボクシングジムだ。西重智則コーチ。三兄弟にとってなくてはならない存在だ。そのコーチが大切にしている中山からの手紙があった。ボクシングをはじめ礼儀社会のこと何もかも全て教えていただきありがとうございました。コーチが寝る時間を削ったり一人の時間を少なくしてまで練習内容を考えたり、こんなに選手を大事にしてくれるコーチはどこを探してもいないと思います。まず字を書いて人にこう渡すというようなあのタイプの子ではないので、嬉しいという言葉じゃ足りなくて、心の底から出会ってよかったなって。やっぱりもう日本一とアジア一は僕が見せたんで、次は世界も見せたいと思います。中山聖也の地元魂は福岡市にあった。ボクシング中山聖也の大切にしている言葉は先手必勝っていう言葉です。逃げ腰になってしまうとやっぱりうまくいかなくなったりするんで大切な言葉です。